カーン・アイファンは、ドイツ・ノルト・ベスト・ファー・練習、州、ゲルゼン・キルヒエン出身のプロサッカー選手。トルコ代表、US サスオーロカルチョ所属。ポジションは、ディフェンダー。4歳で、地元クラブのシャルケ・レイオンのアカデミーに入団。2012年1月、クラブと最初のプロ契約を結んだ。2013年10月の FC、アウクスブルク戦で、サラヤ・アーダームと交代し、 トップチームデビュー。試合には4から1で勝利した。2014年5月の SC フライブルク戦で初ゴール。2016年1月、アイントラハとフランクフルトにレンタル移籍することが発表された。この契約には買い取りオプションがついていたが、移籍金が高すぎるとフランクフルト側が判断したため行使されなかった。2016年8月、 ユース時代から17年過ごしたシャルケを退団し、2、ブンデスリーガのフォルトゥナ・デュッセルドルフと契約を結んだ。2020年8月16日、US サ札ーロカルチョと契約した。相反は、トルコ系ドイツ人であるため、トルコ代表とドイツ代表のいずれかを選ぶことができた。2011年には、ドイツ代表の一員として U-17、欧州選手権と、 U-17 ワールドカップに参加した。2013年10月 U-21 トルコ代表招集を機に国籍を変更。2016年8月に開催されたロシアとの親善試合で A 代表初キャップ。ありがとうございます。